今日から君たちの監督を務める際だ。よろしく。よろしくお願いします。1年でスタメンならマジで甲子園も夢じゃないな。太田もいるしな。お前たちはフリムンだ、フラーだ、無知で教養もないただの田舎者だ。だから俺の言うことだけを聞け。まずはこの坂道ダッシュだ。行け。クラブは下からだぜ。腰が引けてる。肘ちゃんと上げろよ。遅い。おい、ちゃんと取れよ。どうして教えたこともできない。これで甲子園に行けると思ってるのか。甲子園に行けると思ってるのか。このままじゃ太田がぶっ壊れます。壊れたらそれまでだ。それでいいんですか？それが甲子園なんですか？そうだ、これが甲子園だ。僕たちは甲子園に行くんです。だからどれだけハードな練習をしてもそれが当たり前なんです。どんなに優秀な生徒集めてもよ、所詮沖縄だぜ。だから優勝なんだよ。みんな甲子園行くためだったら何でもする。フラーではお前もそうだろ。一度しか言わないからよく聞け。お前たちはこの試合に勝ち甲子園に行くだろう。以上だ。